こんにちは、エンジニアファーストの丸山です。川沢です。今回はですね、資格動画でございます。はい、高度情報処理技術者という資格をご紹介したいと思います。はいはい、はい、高度情報処理技術者、噛みやすい資格ですね、これは。そうですね。今回概要とか必要能力、難易度取るべき人ですね、ご紹介しようと思うんですけど、うん、今までの資格とはちょっと違ってまして、うん、8つの資格に区分されております。この資格自体はですね、レベル4というふうに言われておりまして、はい、レベル1から4まである中の最高難易度となってます、うん、レベル1が IT パスポートとか、はい、レベル2が基本情報とか、レベル3が応用情報とか、はい、レベル4がこの資格ですね。8つの区分されている資格についてなんですけど、うん、どれもかなり難しいものとなっておりまして、一個一個紹介をしていこうというふうに思います、はい、それでは一応高度情報処理技術者ってもう国家資格、 IPA って言われてますね、情報処理推進機構っていうのが実施している国家試験です、はい、かなり難しい資格なんですけど、うん、まあ、8つに区分されているその8つをご紹介まずしますと、はい、IT ストラテジスト、システムアーキテクト、プロジェクトマネージャー、ネットワークスペシャリスト、データベーススペシャリスト、エンベデッドシステムスペシャリスト、 IT サービスマネージャー、システム監査技術、この8つの試験区分に分かれております、うん、特にですね、難易度、専門性っていうのが評価されている資格でして、はい、これ持ってると責任者としてもですね、うん、推進できたりとか開発を主導できたりとか、そういったスキル持ってますよっていう証明ができます、はい、まあ、8つの区分全てがですね、国内最難関の試験ってことですね。なるほど。できることで申し上げますと、うん、高度な IT 人材としてですね、うん、確立した専門分野の知見がありますよと、はい、ネットワークに関係する雇用技術っていうのを活用して最適な情報システムの基盤の企画とか要件定義、開発運用保守っていう中心的な部分全てを完璧に網羅してますよ、専門的ですよっていうところを証明できます。はい、一個一個ですね、ご紹介しようかなというふうに思います。はい、一つ目のですね、 IT ストラテジスト、これのですね、要は概要なんですけど、企業の経営戦略とか IT 能力を駆使して企業の IT の導入とか活用っていうのを率先して提案できますよとか、そういうところを証明できる試験です。 IT かけるコンサルみたいな、はい、そうです。ことは人がいい人物像も言うんですけど、例えば IT コンサルやりたい人とか、あとは CIO って言われる最高情報責任者とか、 CTO 最高技術責任者とかを目指している人が取るべき資格っていうふうに言われてます。はい、主なですね、試験内容としましては、事業の企画とか業務改善推進とか、情報化企画とか、製品サービス企画とか、そういった分野において戦略的にですね、策定とか提案ができますよっていう資格です。はい、IT でビジネスを作るときに企画とか提案とかっていうところの能力に長けてる人が持ってますよって感じです、ね。はい、エンジニアとしてコード書いてますよとか、結構上なレイヤーって感じですね、うん、企業側からですね、 IT の側面からリードする CTO とか、そういうのを目指す人が取るべきっていうふうに言われてます。まあ、なんでも技術的にもかなり特化してるし、かつそういうビジネスセンスがあったりとか経営能力がある人が取って IT コンサルとかと結ぶって感じですね。はい、エンジニアとしてやっててこれ取ろうって行き着くよりも、 IT コンサルの企業とかに入っていてこういう人物になりたいとか、コンサル系の会社の人とかが取ってそう。そうですね、結構そういった方も取ってますし、今後プログラマーレイヤーから上流レイヤーに移りたい人とかは勉強してる人がいますね。はい、毎年の合格率だいたい 14% から 15% っていうふうに言われてます。低っ。100人受けても15人ぐらいしか受かんないですよ。受かってる人のお話を伺いますと、勉強時間がですね、150時間から200時間で、実務経験も2年ぐらいある人が受かってるっていう、そういったデータがあったりします。なるほど。200時間だと1日10時間、毎日勉強すれば20から取れます。割り算のやり方でいくとさ、そんな簡単に取れないと思うんですけど、うん、経験とか踏まえながら勉強して取ってる人が一定するって感じですね。はい、グラントップにいらっしゃるエンジニアさんの経歴書見させていただいてきたけど、見たことないよね。多分持ってる人はエージェント使ってないんじゃないかなって思いますね。うんうん、ご自身で起業されてるのかもしれませんし、うん、大企業で何かしら重役をやってる可能性もありますし、ね、はい、こういった案件もあったりするので、フリーランスとして生きるっていうのも一個選択肢あるのかなと思いますね。はい、それがまあ1個目の区分、 IT ストラテジストですね。2個目がですね、プロジェクトマネージャー試験ですね。はい、これは名前の通りでして、 PM とかですね、そういったところの役割に重きを持ってる資格です。うん、プロジェクトのですね、成功とか失敗とかっていうところを左右してる意思決定の役割を担っている PM をやってる方が取るべき資格です。組織とか運営とかシステム全般に関する基本的な事項を理解してますよっていう証明ができます。はい、その名の通りという PM に関する試験、開発に関わる基礎的な技術とか、うん、プロジェクトをいかに円滑に回せるかみたいな、そういうところがですね、能力が問われます。合格率がですね、累計の平均
均で 13.4% と言われてますね、はい、非常に難しい試験というふうに言われています。レベル1レベル2ってなってくると合格率って 30% から 60% とかまで結構高めだったりするけど、レベル4ぐらいまでいくとね、ほんと 10% 前後っていう感じになってくるんだよね。 IT パスポートの合格率が約 50% って言われてます。 50% 2人に1人受かるみたいな。そこで比べてもやっぱ難易度高いですよね。そうだね。レベル3の応用技術者でも 25% ぐらい、そこと比べても約半分って感じですね。ぐらいですね。それぐらい難関試験というふうに言われております。はい、ググった感じなんですけど、実務経験とか知見がある人の受かった人ですね、学習時間50時間ぐらい、半年ぐらい準備すれば割と受かりますよっていうようなデータがあったんですけど、結構がっつり経験と勉強時間があれば取れるのかなって感じですね。頭に叩き込んでいくみたいな IT パスポートとか基本情報っていうよりも、実務経験がちゃんとあれば回答できるみたいな問題なのかもしれんしね。そうですね、実務があったら50時間ぐらい、 PM これから目指したい人だったらさらにプラス20時間ぐらいっていうふうに言われています。はい、半年ぐらいの準備期間があればっていうふうに出てるので、頑張ったら半年ないし1年で取れるかなと思いますね。はい、こういうのがあるとやっぱ PM としての箔がつきますし、そうだね、案件とかもかなり見つけやすくなると思いますんで、うん、今後 PM とかをやっていきたいなと思う人は取っておいてもいいのかなと思いますね。うん、普段僕ら資格あんま言えないとか言ってますけど、ここまで難易度高いと価値出ますからね。単価に直結っていうよりもちゃんと PM やってたんだっていうね。そうですね、案件が見つからないんじゃねっていうリスクを限りなく減らせるんじゃないかなと思いますね。うん、ちゃんと名刺にできるっていうかさ、はい、内容としてはですね、 IT のプロジェクトのですね、請負人として目標達成のためにですね、要員の確保とか資源の確保とか予算とかスケジュールに対して実行管理できますよっていう、そういうところもですね問われますので、そのあたりも得意な人は狙ってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、3つ目がですね、システムアーキテクトですね。はい、これは企業の活動に関わる業務におけるニーズに対しての情報システムの設計開発を担う IT エンジニアです。要はですね、情報システム戦略っていうところの理解っていうのを正しくしてますよと、うん、その業務のモデルとか情報システム全体体系を検討できてますよとか、あとはですね、プログラミングをはじめとしたシステムの開発スキルとか OS とかネットワークとか組み込みシステムとか、そのあたりの知識っていうのがしっかりとありますよっていうところを証明できます。はい、なんでその辺のですね、要はプログラムを組む上で大事なものっていうところの理解を水準以上にしてますよってところですね。うん、これも合格率が 15% ぐらいと言われてます。低いな。はい、同じくですね、勉強時間は100から200時間ぐらいが目安。はい、名前の通りアーキテクチャ設計とかって言われてますけども、うん、システム開発の全体的な設計とかができますよっていうところの能力を問われますし、そこの証明ができますので、今後エンジニアとして伸ばしたいとかエンジニアのスペシャリストになりたい人が取るべき資格っていうふうに言われてます。はい、過去に出した年収1000万超えの人が持ってた資格ランキングにも入ってた気がする。多分入ってます。入ってたよね。はい、この資格を持ってるから1000万いくんじゃなくて、うん、1000万以上の仕事をやる人ってやっぱこういうのを持ってるという。そうですね、持ってるから年収上がったというよりかは、そんぐらい知見がある人はやっぱ年収前いってるんだなって感じですよね。そうだね。今後エンジニアとしてですね、マネジメントをするっていうよりかはエンジニアとしての技術力を高めたい人は目指してもいいのかなというふうに思います。はい、次4つ目がですね、うん、IT サービスマネージャー試験。初めて聞いた。僕もこれを初めて聞きましたね。うん、クライアントのニーズっていうのをですね、汲み取って最適な IT サービスを提供する、改善リソースの管理マネジメントを行う IT エンジニアを対象とした資格です。要件定義をしたりとかですね、システムの運用管理に必要な障害の管理とか構成管理、課金管理、パフォーマンス管理といった全体的な管理をやれますよっていうところの証明になります。うん、PM を目指す人だったりとか IT コンサルを目指す人が取るべき資格っていうふうに言われてますね。 IT 知識ない企業にいろいろ製品売り込んだりっていう導入っていうところにはめっちゃ必要そうなスキルだよね。そうですね、こういうのがやっぱあると PM としてね、箔やっぱつきますし、うん、PM をじゃあ5年ぐらいやってましたよっていう2人いたとして同じような経歴、うん、資格持ってる持ってないだったら持ってる人採用しますもんね。そうだね、そういうところでも差別化できますんで、 PM とか目指したい人は目指してもいいのかなと思いますね。はい、合格率ほぼ全部同じの 14.8%、 100時間から150時間程度の勉強時間が必要っていうふうに言われてます。10回受ければ1回終わるってことね。統計的にはそうですね。変だよっていう話で、本当1週間7時間勉強したとすると約4ヶ月程度必要って。はい、まあ、1週間7時間は少ないですよね。少ないと思うけどスキルと経験があってこれだと思うからさ。あ、そうですね、ある程度のスキルがありますよとか経験がありますよって方が1日3時間を週2日とか勉強すると4ヶ月ぐらい、多めに見て半年ぐらい余裕期間持って勉強すると取れるんじゃねみたいな感じですね。はい、 IT サービスの安定提供者みたいな感じで、安心して IT サービスを提供できますよ、理解してますよってところの能力とか証明ができますので、サービスの計画とか立案提供っていうところの能力が求められます。 IT のサービス開発をする前にクライアントさんとの接触とかそういうところをですねやりたい人はですね、ぜひ目指してみてもいいのかなというふうに思います。はい、動画の途中ですが、エンジニアなら必見エンジニアガイドブックを全員にプレゼント。あなたの市場価値が一目でわかります。またスキルシートのフォーマット、詳しい単価の査定、
キャリアアップのご相談もすべて無料。詳しくは概要欄の公式 LINE から。次はですね、ネットワークスペシャリストですね、はい、これはもう名前の通り IT インフラとして機能しているネットワークの環境構築運用を担うネットワークエンジニア向けの試験です、うん、これはグラントホーブでもいらっしゃるわ。10年以上インフラやっててとか、ネットワークでサーバーもやります、なんならクラウドの方もやってますみたいな感じの方ですね。これ結構合格率低いです。 12.8%。 20時間程度の勉強時間でも受かることはありますが、だいたい半年から1年以上はかかる見通しですって言われてますね、うん、ネットワークエンジニアとして最高峰の能力持ってますよ、知見持ってますよっていう証明になると思いますので、今インフラエンジニアとしてやってる方、ネットワークエンジニアとしてやってる方で今後ネットワークエンジニアとしてスキルを伸ばそうと思ったら取ってみてもいいんじゃないかなと思います、うん、資格取らなくても勉強した知見はいきますので、1回ぐらいね目指してみてもいいのかなと思いますね、うん、大規模なネットワークシステムとかをですねインフラで構築運用できますよっていうところの証明になりますので、ネットワークエンジニアは一旦ググってみてもいいんじゃないかなと思いますね。この方こういうことをやられてる、 IT 業界にいれば知ってるだろうっていうところに錯覚していて、そこ側の立場でPM としてやってる、大企業でも PM やってる感じなんです、ね、そう、地方の現地に行って導入から旗振りやってますみたいな感じです。あ、すごいですね。すごい、そういう人はこう資格持ってるんですね。持ってた、持ってなくてもやれると思うんですけど、やっぱ持ってる人がやってるって感じです、はい、高難度資格っていうのはやっぱすごいですね、持ってる人の能力っていうのは、うん。次がですね、6つ目、データベーススペシャリストですね、はい、これはデータベース系の試験ですね。以前出ていただいた藤田さんがですね、データベースの資格持ってましたし、うん、オラクルとか持ってましたし、データベースをやってる方が取るべき資格ですね、はい、データの管理とか運用になっているデータ管理者の試験です、うん、高品質なデータベースの規格とか要件定義とかできますよってところですね、うん、このあたりのですね、技術を水準以上に達している必要がありますよと、うん、総合的な知識とか深い知見っていうのが求められます、はい、データベースでもデータがすごい溜まってるんで、そこを管理するって結構重要じゃないですか、うん、そこをやれますよっていうところの証明になりますよね、うん、合格率がですね 15.8% で、勉強時間がやっぱりエンジニア経験豊富でも200時間以上かかるっていうふうに言われています。あ、はい、すごいな。業務と並行するのであれば1年ぐらいは見た方がいいですよっていうふうに言ってますんで、うんうん、難易度高いんで、来年取るために今から頑張ろうかっていう、そこまでして頑張って取ると他の人が持ってない資格を得れるので、やる価値はあるのかなと思いますね、うん、マルが結構言ってるけどさ、資格系の動画で誰でも持ってる資格っていうよりも自分の強みが生かせる、なおかつエビデンスとして提示できるような資格が一番いいって言ってるじゃん。そうですね、差別化ができると、はい、他の人より。そういうのになってくると経営の存在になれるというか、はい、市場でも案件の引き合いも変わってきますしっていうところですね、うん、今後ビッグデータ系の案件とかも増えますし、データ時代なんで、うん、どの会社もねデータを持ってる方が勝つみたいなこともあったりするんで、はい、データを扱えるっていうのはすごく重要かなと思います、はい。次ですね、7つ目ですね、エンベレッドシステムスペシャリストですね、はい、これ組み込み系のエンジニアとか、うん、IoT エンジニアを対象にした資格です。今流行りの IoT とか、はい、知ってます？何の略か。 IoT の略わかんない。インターネットオブシングスですね。持ってますよね、 IoT 製品とか。持ってる持ってる、はい、アレクサ使ってますああいうのを作ってる人の資格試験ですね。はい、使ってます？アレクサ毎日使ってるよ。何に使ってるんですか？音楽もそうだし、電気もつけたり消したり、テレビもつけたり消したりとか、予定も声で吹き込んで当日の朝全部言ってくれるとか、朝起きて今日捨てるゴミはとか言ったらゴミの日とかも全部自分のところも組み込んでくれるとか、すごいですね。ちょっと脱線しましたけど、こういった IoT 製品とかね今流行ってると思うんで、 IoT エンジニアの最高水準の技術を持ってますよっていう証明ができます、うん、組み込み系エンジニアって IoT の需要拡大がすごく止まんなくなってるんで、そのあたりのですね資格とか持ってると、さらに他のエンジニアと差別化というか、うん、1個頭出れるんじゃないかなってところがありますね。はい、合格率今までの中では一番高いかな、 16.4% です。ただ勉強時間が結構すごくて、合格者の体験談でいうと1日3時間の勉強を半年やって540時間。1日3時間勉強するのすごいな、仕事もしながらやっていくと取れましたよっていう、ハードウェアソフトウェアの組み合わせとかを実現して、そのあたりの知見を持ってますよと。 IoT に対応できるようなエンジニアのスペシャリストを目指したい人は取るべき資格っていうふうに言われてるんで、組み込み系エンジニア、そんな弊社も多くないですけどいらっしゃいますもんね。いらっしゃいます。 IoT のエンジニアさんもいらっしゃいますし、はい、今後需要拡大はでも間違いなくあると思いますんで、うん、今のうちに取っておくとですね、未来に投資できるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、次は詰め最後ですね、システム監査技術者試験ですね、はい、これはですね企業活動に活用されている IT 技術の監査を行って、うん、報告とか改善とかっていうのをするエンジニアを対象としてます、はい、あんま聞かないですよね、うん、組み込みシステムとかいった企業で利用されている IT 技術とかについてリスクがどんぐらいあるのとか、そういったリスクの安全性とかっていうのを確保できてますかっていうところの証明ができます。情報システムとかですね、組み込みシステムとか、そういったのをですね企画とか開発運用報酬に関する知見っていうのを幅広
広く深く持ってますよと、その目的とか機能の実現に関するリスクとコントロールっていうところも専門的に知見がありますよっていうところの証明ができます、はい、IT コンサル目指す人とかはこの資格を持っていると有利になるっていうふうに言われてますね、はい、転職とかの時に使えますよっていう、フリーランスで持ってて何か意味あるのかな、データがないんであんまり分かんないですけど多少なりはあるのかなと思いますね。ここまでのリスクとか多分大手さんだと思うからさ、セキュリティ面を加味した上であんまりフリーランスに任せるようなお仕事ではないと思うからさ、その可能性高いですね、うん、そこを専門としている企業とかフリーランスっていうのはいるかもしれないので、はいはい、自分で起業をしてそういうのを専門的にやりますよっていうところはもしやれるんであればかなり需要あるんじゃないかなと思います、うん、システム監査専門企業みたいなねあったら依頼とかは来るんじゃないかなと思いますね。これも試験合格率がですね 15% 程度っていうふうに言われてまして、やっぱ低いんだね、全部 10% 台、はい、勉強時間が大体100時間から300時間くらい、平日1時間土日5時間勉強する場合は約半年ぐらい見ておくといいですよっていうふうに言われてます、はい、情報システムとか組み込みシステムとか総合的に点検評価検証してリスクを分析する能力っていうのは求められます。ちょっと調べてみたんだけど、このシステム監査技術者試験、はい、転職の時とかにおおよそ1000万超えで募集してるんだって、中途でも相場でいくと700万、激アツです、ね、激アツだと思う。 IT コンサルに含めて監査人とか責任者とか目指す人にもお勧めされてますね。はい、今8つ挙げましたけど、うん、一番難しいというふうに言われているのは IT ストラテジストっていうふうに言われています、うん、今までの試験がどんだけ難しいのかってところをちょっと表というかランクと偏差値に分けました。データが出てました。 IT ストラテジストが難易度 S、はい、偏差値71、ギリいけんの明治大学ぐらいですか。いいえ、いいえ、もっと高い、もっと高い大学行ってたから分かんないですよ。システム監査技術者が難易度 S、 偏差値70って言われてます、はい、プロジェクトマネージャーが A69、 IT サービスマネージャーがランク A の68、システムアーティクトが A の68、ネットワークスペシャリストが A の67、データベーススペシャリストが A 67、同じですね。エンベデッドシステムスペシャリストも A で67です。全部67超え。そうですね、一番高いのが71って言われてますね、はい、これぐらい学生時代にありましたという方はですね、ちょっと勉強したら分かるんじゃないかなと思いますし、これ持ってるとそれ相当の見返りじゃないですけど希少価値になれるのかなと思いますし、例えば東大が80だとするじゃないですか、うん、慶応がじゃあ71みたいな感じだとしたら、うん、この資格持ってるだけで慶応生レベルの頭持ってるんだねっていうふうに思われるじゃないですか、はいはいはい、ここに対する得意分野だけはこんだけ頭いいですみたいなところの証明もできますんで、うん、このあたりの資格っていうのは持っておいてかなり有利に使えるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ここまで難易度が高いスキルだと企業によっても資格を取得することによって手当をもらえたりとか、うん、報奨金がもらえたりとか、そういったメリットもありますね。あと国家資格を受けるときにですね、一部免除になることもありますんで、今後なんか資格を取りまくって資格だったことを生かしたことでもいいですし、技術に生かしてもいいと思うんですけど、今後 IT 技術がどんどん伸びることも踏まえていくと、取っておくことによってかなりメリットはあるんじゃないかなと思いますね、うん、技術に生かさなくてもいいと思うんですよね。取ったことに対してのメリット、例えば塾じゃないですけど開いてもいいと思いますし、うん、試験のためのアドバイスとかを教えてなってもいいと思いますし、うん、こういった持ってる人が少ない資格っていうのは持っておくと選択肢が広がりますよね、はい、だからフリーランスが資格を取るメリットになるんですけど、うん、僕らは IT パスポートとか基本情報とかなくてもいいよっていうふうに言わせていただいてるんですけど、うん、ここまで難しい試験とか資格に合格をしているんであれば、そこはもう最大限にアピールしてもいいのかなと思いますね、はい、マックスでアピールして、うん、もう1日何時間勉強してこの資格を取りましたっていうふうにアピールすると、内定率というか合格率っていうのはかなり上がっていくんじゃないかと思います、はい、8つ出てきたけどほぼコンサルによってるっていう感じでね。そうですね、技術者向けの試験もありますけど、上流レイヤーというか、そういった IT コンサルとかお客様と接触するような資格っていうのがやっぱ多かったのかなと思いますね、うん、コミュニケーション面技術面両方に関して長けてないと取得できない資格ってことですかね。はい、今挙げた8つのうちのですね、4つですねが今年の10月8日ですね試験がありますので、はい、興味がある人はね1回受けてみてもいいんじゃないかなというふうに思います、はい、その4つがですね、プロジェクトマネージャー、データベーススペシャリスト、エンベデッドシステムスペシャリスト、システム監査技術者、この4つはですね今年の10月に試験がありますので、1回受けてみてどれぐらい難しいんだろうっていうのも分かると思いますし、あと2ヶ月ぐらい時間があると思いますので、もう勉強すれば受かる可能性もありますんで、ぜひですね興味がある人は受講してみてもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、こちら動画ですけど全資格徹底解説という動画も上がってますので、はい、ご覧いただければなというふうに思います。はい、チャンネル登録とグッドボタンの方もお忘れずにお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。弊社はですね、今一緒に働ける営業マンの募集も随時しております。フリーランスとして SES の営業をやりたい方、概要欄の公式 LINE の方からお問い合わせの方もお待ちしております。はい、年齢はだいたい20代から30前半まで、特に必要スキルとかはないです。時期とかを相談で池袋に最初は出社する可能性が高いです、はい、お給料とか細かい部分は Zoom とかで軽く10分とか15分とかお話しできればなというふうに思いますので、興味があったらぜひお問い合わせの方お待ちしております。はい。